ゆっくりしていってね。我がサイコパワーに秘密せ、かわしため、おっしゃ、行くぞ。始まりました。今回の第一試合の相手はベガです。バージョンアップで追加された V スキル2が厄介な相手ですね。よーし、ここで画面火事です。これから逃がしたくないっすねできないけれど、ベガの厄介な V スキル2が簡単に飛んできますね。勝利覚悟の行動がイマイチです。今の勝ち手をベガの勝ったかな。よし、このレインボーカーさんは捕まえる範囲が広いので使い勝手がいいですね。わいわい、ラウンド2です。相手の方はあまり対空が出ないみたいですね。対空が出ないのなら、じゃんけんと腕を引きましょう。画面端へ運べました。よし、一歩確認完璧。通り先を引かせます。イエス、楽が通りました。NX エアプレインで KO です。ベガの V スキルをミカの V スキルで返すの楽しいです。私が出なくちゃ始まらないだろ。第2試合の相手はアビレイです。この投げ注意ですね。一度そばからの投げをかけて、いきなり画面端へ追い詰められてしまいます。めっちゃラッキーです。相手は一度空気を出しました。あ、全然吸った。敵が濃厚でスタンドで持っていけますね。やはりこの投げは怖い。離れていると相手のリバウンドだけですから、絶対に引っかかりますね。これで、しゃがみっぱなしの相手に遠距離コマネです。うぇー、出直しといて。ラウンド2です。ハードレードで上を打ち尽くし、しゃがみ大金がギリかどっくりを保っていきましょう。これは相手の攻撃が高くない距離から永遠と攻撃するのが理想ですね。EX ラジオのセンターマジで強い。やったぜー。ポイズンでやりたいことをすべてできました。ご視聴ありがとうございました。また見てね。